こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで始まりました、第6回越境 3.0 ジャパンツアー、知床流氷ウォークということで、今参加者の皆さんと女満別空港で合流して、貸切バスで知床半島のウトロのちょっと手前までやってきました。でまずは見てください。今年もこのブワーッと広がる、オホーツク海に広がる、一面に広がる流氷で、そしてこの夕焼け、この絶好のこのタイミング、この時間帯に、まずは、ウトロのこの流氷を見て、ずっと海沿いを、みんなでおしゃべりしながら走ってきて、でそして、これから知床半島で最大の滝と言われているおしんこしんの滝に、ちょっと階段を登って、あの滝に向かいたいと思います。この山をねちょっとだけ登ります。山をちょっとだけ登ったところにあるのが、知床半島最大の滝、おしんこしんの滝、これですね、おしんこしんの滝。この滝はね一応知床半島で一番大きいんですけど、いつも冬は凍ってるんだけど今日は流れてるな。はい、おしんこしんの滝。おしんこしんっていうのはアイヌ語なんですけど、アイヌ語でねエゾマツの群生する場所という、おしんくうしという、そういったアイヌ語で、この辺りエゾマツが群生してるんですかね。でそれで、全体的に松がたくさん生えてるんで、おしんこしんの滝とアイヌ語で付けられたという感じらしいですよ。皆さんおはようございます。すごいです、流氷ウォークです。今年の流氷はすごい、これなんかこれまでにない最高すぎる流氷だと、ガイドさんもおっしゃっていて、今日はねすごいもう軽い粉のようなねパウダースノーがすごい降ってるんですね。でなのでもう全面真っ白、真っ白、もう白の世界、こんな感じですよ。この上をね今みんなで歩いてちょっと沖の方を目指してるんですけど、流氷ウォークなんでね、まあ海の上ですよ、行ってみれば海の上で、今日は気温がねマイナス10度ぐらい。新羅のガイド畑谷です。畑谷さんです。もういつもお世話になってます。こんにちは。去年夏お世話になりましたね。あ、そうですね。知床五湖のトレッキングの方で夏お世話になった畑谷さんです。で今日はですね、畑谷さんが流氷ウォークの方の案内をしてくれるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、みんなでね今盛り上がって沖の方に行こうと思います。これずっと向こうの方がいわゆるカラフトの方ですね。あっちの方ね海人入ってますよ。人が見えますか。泳いでる泳いでる泳いでます。ほらそこはね氷が薄いんで、もうこうやって2本足立てないんですよね。設置面積が少ないとドーンと落ちちゃうんで、下手すると人数が多いとそのままみんなでバコーンって落ちる可能性があるんですよ。これね越境 3.0 全員で海にバコーンって落ちたら結構いい記念に残りますけど、向こうの方なんかね空が青い、青くなってきましたね。ね、綺麗ですよねこの感じもね。うん、光が当たってくるとまた様子もね変わってきて、そうですね。あっちがね知床半島の岬の方に向かうのが、向こうが天気良くて空が青で、反対側のこっちの半島の付け根の方はもう大雪で真っ白なんですよ。すごいこの今境目にいるっていう感じで、今日ね昨日の夜から降り続くこの新しい雪がすごいしん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 と、もうパウダーなんですよ。パウダー、粉雪がどん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 降ってるからね、すごいなんか雪が積もってて音が全くね響かないの。寒くない、暑いんですよ結構。ドライスーツ着て歩いてるんで、ぐらいですけど潮の満ち引きによってちょっと水深が若干変わりますかね。これねこうギュッと締まってるんですよ。でなので 100% 入らないかっていうとそうではないけど、まあもう入りにくい、入りにくいですね、かなり入りにくい。だからこの辺まで水使っちゃっても入ってこないけど、でもこの辺まで使ってる状態ずっといるとなんかじわりじわりと来るかもしれないですね。でこの腕もね足もね全部もう靴つま先まで全部完全防備なので、まあ、基本的に水入ってこないんですよ。すごくね向こうの方光ってる、太陽が明るくなってきた、だん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 、イエーイ、越境 3.0 の女性陣すごい、すごい太陽が出てきた、
太陽が出てきた、すごい。うわー、なんか眩しくなってきた。本当だ。これサングラス持ってくればよかったな。はい、みんなみんな入ってます、見てください。イエーイ。子供のように大はしゃぎで、でしかもこれ太陽が出てきてね、すごい遠くまで見通しが良くなってきたね。えすごいですよ、向こうの方ねえ、すごい。この景色は見て、これこれ遠くまでずっと、これ海です、海、海の上のオホーツク海の流氷、これからフトサハリンの方までずっとつながっていて、アムール川の、淡水ですね、これ氷は淡水なんですね、海水じゃなくて。淡水の氷がアムール川で固まって、それがずっと海流によって流れてきて、この知床沿岸でもうどん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 溜まっていくと。で溜まっていった氷はこの気温の低い知床でガッチガチに固まっていて、で固まって、なおかつこれ今日みたいにまたこうやって大雪が降って、雪がまたどんどん積もってでかくなっていくというね、まあそういう感じなんですよ。で今その流氷の上を歩いてるんですが、これ流氷の上を歩けるのが2月の中旬から3月上旬の、まあ1年間のうちのわずか1ヶ月弱の間だけという、とてもね大興奮の貴重なこの1年間のわずかな期間の間に、僕たち越境 3.0 チャンネルの第6回ジャパンツアーメンバーは流氷奥に来てるんですが、これがだから春になるとね溶けるわけですよ。春になると、まあ、溶けるので、植物プランクトンが全部この知床沿岸で放出されるんですよね。一気に氷が溶けて一気に植物プランクトンが放出されるという。でなのでここにはたくさんの、まあ、その植物プランクトンのために春になると小魚がやってきて、で小魚いっぱいやってくるんで、その小魚のたびに大きい魚がたくさんやってきて、大きい魚のたびに今度トドとかシャチとかアザラシとかがやってくるって言うんで、で食物連鎖の宝庫なんですけど、すげえ。なんか他のねツアー会社のメンバーがね、今何人か海に落っこちてイエーイとかっつって大騒ぎしてますけど、見えます？太陽の光ってるところと光ってないところのこの境目、今だん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 雲が動いて太陽こっちに来てるのかもしれないな。来年もやると思います、やります。来年も越境 3.0 ジャパンツアー知床流氷ウォーク来年もやりますので、今回参加できなかった方はぜひ来年楽しみにしててください。もう皆さんの盛り上がり方が半端ないですし、昨日もねなんか国際情勢の話でみんなでお話しながら晩ご飯食べて盛り上がったんですけど、まあそういうような、まあ、とても貴重な時間をみんなで共有できますんで。うわーすげー、これな南極みたいなね、綺麗、白が、すごい、こんな、わーもう眩しい。南極行ったことないけど南極ってこんな感じなんかなみたいなね。この知床っていうのはね、日本で初めて海を含んだ、海洋域を含んだ世界自然遺産、海を含んだ日本で初めての世界遺産という世界自然遺産ということで、この今後ろに映ってる知床半島の断崖絶壁と、そしてこの時期にやってくる流氷と、でそしてその断崖絶壁の向こう側にもそそり立つ知床連山、知床連山と断崖絶壁とこの流氷というのがものすごい細いエリアにギューッと押し込められているのが、この世界でもなかなか珍しい稀有な生態系を生み出すということで世界遺産に登録されたんですよね。でこの知床の世界遺産ね、何がすごいかって、まあ、さっき言った流氷がやってきて春になったら植物プランクトンブワーッと放出して、でなおかつそのこの氷、この流氷っていうのは岩をも削るぐらい、岩よりも氷の方がね硬いんですよ。でなので知床半島をどん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 削る、削ると何が起こるかって言ったら岩粉、ミネラル豊富な岩粉が出てくる。でその岩粉がミネラル豊富なんで、知床半島のその植物というのはいろんなものがよくよく育つ。でなので、まあ、陸の生態系も海の生態系も、まあ、いろんな形でこのうまく連鎖しているんですね。で、まあ、今ねクマさん冬眠してるかもしれないけど、まあ、夏になるとヒグマですよね、ここはね、ヒグマで、まあ、鹿なんかは、まあ、
夏冬問わず、まあ、あっちこっちにいるんですけど、まあ、あとキタキツネもいるし、でそしてもう多種多様な鳥の数がすごいらしい。鳥の種類がそういった形で陸の、まあ、生態系、空の生態系、そして海の生態系で、これが非常に多種多様で、もうとにかく生態系の宝庫で、それがものすごい細いエリアにぎゅーっと詰め込まれているというのが知床半島というわけですね。なんかすげえ天気良くなってきた。向こうの方にもどんどん沖に行く、冒険特攻隊がいますか。あれ全然うちらとは別のグループですけどね。まあとにかく音のない世界、音のない世界へようこそっていう感じの、雪と氷でこんだけ追い尽くされてるんで声とかも吸収するんですよね。はい、じゃあみんなでまた移動していきたいと思います。来年の知床リーフヨークにぜひ参加してください。もう本当にね、こんなね未知な経験、なかなかね非日常的な経験できる場所はないですよ。この知床のね流氷ウォークは本当におすすめ。南極かっていう、南極行ったことないから分かんないんだけど、本当にねとても日本とは思えないような景色ですよ。 iPhone を操作するためにこの手袋取ってるんですけど、全然平気ですね、手袋しなくてもっていうぐらい、なんかそんな寒さを感じない。本当にマイナス10度、これ体感温度はなんかね全然氷点下って感じしないですね。手袋外しちゃったけど、でも全然平気ですもん。流氷の方から、ちょっと場所を移動してですね、世界遺産知床自然センター、向こう側はすぐ海なんですけど、今知床半島のね森の中をずっと歩いてきて、いろんな、まあ、クマとかはさすがに冬眠してますけど、見てください、ここ、知床半島のフレペの滝まで、今ずっと雪山の森の中を歩いてきたんですけど、すごいですね。さっき流氷ウォーク朝やったんですけど、流氷ウォークやってる途中になんかすごい天気が良くて太陽出てきたんですよね。で今日気温マイナス10度とか言われてるんですけど、なんか全然マイナス10度とかっていう風に感じないぐらいあったかいんですよね。まあでも温度計見ると確かにマイナス10度ぐらいあるんですけど、これ今日しかない風景ですよ。そうね、ちょっと、ね、皆さんこの景色、カメラ回転しようか、こっちがこういう感じですね。向こう側に見えるのが知床連山、ずっと知床岬まで続く、もう断崖絶壁一番右側がラウスだ。でその断崖絶壁にアムール川からどん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 押し寄せてくるこの流氷群、このもう向こうまでずっと続いてる1500キロの流氷群、これがねすごい土迫力なんですよね。後ろがオホーツク海、オホーツク海の流氷、これはねもう目に焼き付けといて、目に焼き付けて、目に焼き付けて一生忘れられないこの思い出をみんなで作りましょう。やっぱ人間が近寄ると逃げるもんな。逃げますよ。逃げるか、あんま近寄らない方がいいな。穴掘ってるな。ここは風によってですね雪が飛ばされやすいところで、下草が見えてるんです。少し雪掘れば草が出てくるので、食ってる食ってる、鹿にとっては食事しやすい場所。だから日光浴しながら飯を食ってるっていう、その通りです、うん、理にかなった場所ですね。理にかなってるな。天気が良ければ午前中は一頭もいませんでしたよ。午前中吹雪いてたんで。人間で言ったらあのなんか天気のいいところでカフェテラスでなんかランチ食ってるみたいな。おっしゃる通り、その通りです。最高のランチタイムですね。鹿さん、しかも同じことを北海道しても広いですからね、本当にねいい場所、美しい場所もうたくさんありますよ。北海道はやっぱ知床もいいし、釧路もいいし、もちろん札幌もいいし、網走も小樽も、もう稚内もね、本当に、もう帯広もそうですし、いいとこいっぱいある。いいとこ、北見もそうだし、ここのまっすぐの雪道をね、ずっと向こうの方に歩いて、今徐々にオホーツク海から離れていきます。海から離れて、この道をずっと。いや、本当にあったかい。太陽こんな普通に出てますからね、太陽ね。ガイドさんが言うには、もうこの今のこの雪は1メートルから2メートルぐらいはこの地面の部分から積もってるんで、言ってみればその植物とかあと岩とかね、そういうのが全部隠れてるんですよ、雪に埋もれてるんですよ。
だからこういった何もないところを歩いてのもう雪が1メートル以上あるんで、下にぶっちゃけ怪我する心配もないと、もう転んでも大丈夫そういうような感じなんで、もうみんなはしゃいで足跡のないところをね歩いたりとか、こんな感じです。粉粉もう粉ですよこれ、粉粉。知床のあの流氷ウォークは何回かやってるんですけど、この知床半島のスノーシュートレッキングっていうのは僕実は初めてで、知床半島のねこの森の中のトレッキングって夏場は何回かやってるんですよ。冬ねこのスノーシューを履きながらねこの知床の森の中歩くっていうのはもうやばいですね。かなりエキサイティング、なんか初めての経験ですけどすっごい面白い。流氷の上を歩くのも面白いんだけど、あれはあれですごい感動するんだけどね、森の中を歩くのでなんかやっぱいろんなものに出会うんですよ。ここはですね、天に続く道という、まあ、知床でも有名な道路ですね、もうものすごい長さの直線道路、長さ28キロにわたってずっと見えますか、ずっとまっすぐまっすぐ続く、もう天に続く道、長さ28キロの直線道路ということで、でその後ろこちら側がですね綺麗な山が映ってるんですよ。これがうなべつ岳かな、うなべつ岳というものすごい綺麗な、スイスのマッターホルンのような山、知床連山の一つうなべつ岳があって、でそして反対側がですねこれも遠くの方に見える、流氷、一面の流氷に覆われたオホーツク海、この流氷がねまたもう本当もうずっと朝から晩までずっと眺めていたい景色なんですよ。ですごい綺麗なあの雪がねずっと降ってたんで、もうパウダースノー、サラッサラの粉雪、粉雪ものすごい綺麗はい、ここがね、オホーツク海に一番近い駅、北浜駅というところなんですけど、釧網本線の、途中にある駅ですね。もう見てください、もう駅のホームのもうすぐ目の前がオホーツク海ということで、駅のホームから海までが20メートルかな。でこの北浜っていう駅ね、無人駅なんですけど、まあ、ものすごいちっちゃい駅なんですが、なんか観光客、特に中国人観光客がねいっぱい来るんですよね。というのはあの中国の映画の撮影のロケになっていたということで、中国人がここに来たいということでね、たくさんの中国人観光客が先日来てました。で日本でもね、醜いアヒルの子というドラマとか、あと映画網走番外地で映画のロケ地になったというこの北浜駅、ここがですね非常にまあ情緒ある駅なんですけど、駅舎がまあこういった感じで、昔ながらの駅舎がねそのままあるんですけど、本当に非常にいい雰囲気で観光客の人気のスポットなんですよ。網走の砕氷船クルーズ、今みんなで楽しんでるんですけどね、流氷をこのかち割りながら行くという砕氷船クルーズが、この流氷がねちょっと少なくてですね、昨年よりもちょっとコンディション悪いかなっていう、昨年はねもっとバリバリにこのバーンって広がった流氷をまさに氷をかち割りながら進んでいくという感じだったんですけど、もうすでに氷は崩れているという、その崩れている流氷の中をね今言っている感じなんですが、もうちょっと頑張ればこの流氷のこの深いところに入っていくんじゃないかなと思います。
世界とつながりたいあなた待ってます。